誕生日は何ですか誕生日は何ですか。これ前も現場で祝っていただいていますから。え、そうなんですか。それは自覚はありますよ。テレビの収録とかで祝われるとか、仕事の現場で祝われるっていうのって、うん、結構多いんですか。うん、してくれたりとかはありますけど、うん、うん、あんま嫌ですけどね。なんかもうあんなに時間取るならすのも申し訳ないじゃないですか。で、こっちからスタッフさんをお祝いすることはないですし申し訳ないの。力そうそうそう、やっぱりしてもらったらしてやかお返しせなあかんなと思うけど、気を使うから、気を使うからケーキとか持ってきてくれるじゃないですか、はいはいはい、その時にやっぱり、なんやねんこの時間、早く帰りたいねんって言うてる、持ってはるやろうっていう技術さんの顔が目に入ってくるんですよ。いわゆるスタジオで、はいはい、やっぱあの時間が嫌やなとは思いますね。お祝い NG に出す、する、まあ、NG にしたいぐらい。プライベートでは祝っていただけることは、ないです、ないです。もう断りました。あ、はいい。嫌いなんですか。嫌いです、ね、誕生日が。誕生日別に何とも思わないです。お祝いするのもめんどくさいです、うん。あ、お祝いするのは言ってた。祝うのはまた全然、ね、みんなで一緒にってなる。うん、まあまあ呼ばれたら行くか。祝い専門ですね。祝い専門ですね。まあ、だからもう、しや。こんな話。はい。祝わないでくださいね。祝わない。何か祝われるのが、うん、まあそれはそうやろ、うん、祝われる人間じゃないねんから誕生日はな、でもこの時期ドキドキするんですって。ああ、ね、バレてないかね。祝ってきよるんちゃうかって。いやだからいやそんな祝われてこなかったやん別に。いやもうウィキペディアとかからさ消した方がいいんじゃない。誕生日誕生日そう、うん、年齢不詳あるけど誕生日不詳ええやん、ええやん、うん、その誕生日を祝ってきた人、うん、もう悪態つきますみたいな。今から誕生日を祝ってきた人はもうげんこつ。誰ですか、誰ができますか、一部一緒に。あめっちゃいい、怖い、怖い、めっちゃいい、女子でも、当たり前女子でもです。そこはさ、はい、もうこれはこんな簡単に書き換えれんねや、ウィキペディアって決して、不詳、うん、不詳、うん、年齢、誕生日、出生地もまあそれは、それはいいんじゃない、いい別に本名、年齢、誕生日非公開。急にどうしてんの。でその後に、すなわち出身は茨城市。何の手前や。誕生日は原骨のだけは入れとく。それ入れとくんですね。誕生日非公開って言ってるやんか。早めの。強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 めの原骨。編集内容を説明してください。でも事実だから、ね、強い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 ここは別にいい強いいやいや分からんねこれだってねえねえいいねこれでもう正式にとおうわーおーえすごいもう変わんの申請された早っやったちょっと俺も年齢非公開にしたいよう分からへん俺もしたいななんでしたいの嫌やんもう41も